はい、まずは交通の情報です。富山県などによりますと、小矢部市にある国道359号で道路が陥没して一部が通行止めになっています。巻き込まれた人やけが人などの情報は現時点で入っていないということです。また富山県内では複数の箇所で道路の陥没が起きていて、県は対策本部を設置して情報を収集しています。